和紙と下町探偵団の源さんです。白虎、白い虎、全然白い虎に見えないけど白虎です。エスカレーターあるんだね。ちょっとエスカレーターで行ってみよう。覚えた覚えた。今日は、豊洲のシビックセンターに来てるのだ。それはちょっとね、ちょっとぐるっと回ってみるのだ。ちょっと白虎の説明した方がいいね。なんだろうな、ある時誰かが、多分役所の人だと思うんだけど、江東区には指針を作ろうよくわかんないよねそういうことを考えた人がいて、指針、中国の伝説の、神様、東が青龍、南が朱雀、西が白虎、北が玄武という神様が、こっちの方向、方角を守ってるということになってて、ここいいね、なんかあれだね、ちょっとテラスになってるんだけど、実はゆりかもめの入り口だったんだね。こっち行ってみようか。で、それで北にね、北にそもそも玄武って亀が、亀戸に亀が、あのモニュメントがあって、東の大島に龍のモニュメントがあったんですよ。で、南は無理やり作ったのかな。で、最後ここを、本当にここは無理やり作ったの。で、ここにも作ろうって。で、ここ西だからここに作ろうって。西でも何でもないけどねちょっと眩しいな。こっちから行かれないのかな。まあいいや、これちょっとエレベーター、中入ってエレベーターで行こう。で、ここに白虎の像があるということなのだよ。うん、ね、ここね、シビックセンターだから、いろんな文化的施設、江東区のがあるんだけど、どっかに地図あったよなここはね、最近でも 2,3 年前かな、できて、まあ、文化センターがあって、それからレクホール、会議室は別に行くことないけど、図書館があったり、結構ね、あのいろんな設備が揃ってるね。で、エレベーターで行っちゃおう。何階行くのがいいかな。9階あたり行ってみるか。エレベーターはなんだ。あっちは駅のエレベーターか。あれ、今乗りそびれた。あ、上だった。失敗した。あのエレベーターは修理中かね。なんだろう。あ、下ばっかした。失敗。しまったな、乗りそびれたな。あ、来た来た。ちょっとね、珍しいもんまず見せるね。来てねえじゃん。エレベーター来ないな。
9階の図書館の階に来た。まあエレベーター乗ってて分かると思うけど、景色がいいのよ。でゆりかもめってここで止まってるでしょ。で途中で何線路が切れてるでしょ。あの風景を上から見れるのって多分ここぐらいじゃないかな。景色いいしさ、なんかでドリンクとかも飲めるしさ、なんかねゆったりしていいとこなんだよね。図書館だからね、普通に街の人も使えるしね。あれこの上あったかな、上もあったかな、上あったな。上にちょっとねキッズルームみたいなのがあったんだけど、そこも行ってみようか。入れたかな。昔は入れたんだけどな。どっから来たっけ。入り口が分かんねえな。ここか。よいしょ。図書館には特に興味はないんで、景色がいいよってことが言いたいだけなんだけどね、はい、布の時期が結構大変だったことを覚えてます。ああそうかもしれない ね長袖でいつもこの前やりだとボタンもね、うん、ああかけられないとかね、片手で難しいね。そんな感じでした、うん、まあ私ね見ていただいてちょっと気をつけてください。あそうね、ありがとうございます。さっきの階に来ちゃったね。まあいいや、ここから降りよう。とりあえず、今一番上の階は使えなかったっぽいけど、結構あさっき行かなかったから行ってみるか。やっぱりあっちが何があるんだろうね、よくわかんないんだけど、上の階まで行くと結構風が気持ちいいし、でゆったり過ごせるし、で本当上のもう一個上の階も行けたはずなんだよな前は。だからそこなんか、子供キッズルーム
なはずだったんだけど、なんか今行けないっぽいね。なんか豊洲ってさ、新しくできた街っていうか、新しくいろんなものどんどん開発してるから緑とか多いね。緑多くしようって努めてんだろうね。なんかこの道なかった気がするんだよな。なんか今道じゃないと思ったんだよ最初。道になってんだね。っていうかこれまっすぐ行くと、そうか、ララポートに繋がってるんだ。前こんな道あったっけ。まあ分かんねえな。まあ、とりあえずララポートは別にお買い物だから、またそれは別の機会にあるとして、まああの区民の憩いの場、お金もかけられず楽しめる文化センター図書館は、結構実は知る人ぞ知る使いやすいところになってました的なことが私は言いたかったのだ。ララポートはまた今度ね。じゃあ今日はこの辺でこれでいいのだ。